年は、なんとかですね、優勝というものを僕自身はちょっと狙っていこうかなと思っています。発表会では西岡剛監督や新加入の選手たちが登壇しました。今シーズンのスローガンは打破、新たなる挑戦です。新しいファンの獲得や選手の育成、地域貢献をしながら昨シーズンの2位からリーグ初優勝を目指します。公式戦全78試合のうち15試合がオービジョンスタジアム下関で行われます。この2県が重なったプロ野球球団というのは今まで、多分初めての試みだと思うんですよね。この独創的なこの考えがどういうふうにこう発展していくかというのは非常に楽しみで、そのためには、下関の皆さんの力というのは非常に僕らにとっては必要でありますので。発表会では球団ファウンダーの堀江貴文さんがシーズンの展望を述べました。発展していって地域により認知され、地域と一体化したクラブチームとしてやっていけるようになるんじゃないかなと、まあ、そういったところですね。今季は頑張ってやっていきたいなと。下関市での初戦は4月2日、大分Bリングスと対戦する予定です。